それでは線形代数1の第4回の授業を始めたいと思います。前回のまとめです。前回第3回は次のようなことを説明しました。平面ベクトルの幾何的な意味、内積ですね。それから複素数 N 個数ベクトルで行列の演算に入りまして、加法とスカラー倍について説明をいたしました。で、今日の内容ですけれども、まず行列の演算の後半の情報から進みたいと思います。で、そこでは情報の積の結合法則や分配法則について説明します。それからあと、点地行列や特殊な行列について説明をします。で、あと行列のブロック分割について紹介しまして、最後に正則行列について説明をいたします。それでは行列の情報の話から入っていきたいと思います。教科書は 1.5.2 項ですね。19ページからですので、必要な人は見てください。で、多分行列の情報については今週の水曜日の演習の授業でもやられたのではないかと思います。実際の計算とか定義とかですね。で、今回なんですけれども、そもそも行列の情報っていうのはなんでこういう形をしているかっていう話がありまして、例えば今 2×2 のですね、2個の行列の積をこう書いてみましたけれども、左側の行列の AB っていう第1行と、それから右側の行列の EG っていう第1列の成分をかけて加える、内積みたいな形でかけて加えると、積の1行1列の成分になるっていう形なんですね。で、なんでこういう形で行列の積が定義されているのかっていう話がですね、一応教科書の19ページから20ページにかけて解説がありますので、ちょっと紹介したいと思います。で、ここでは連立一次方程式を解くことをちょっと念頭に考えてみましょう。と今ですね、2つの連立一次方程式を順番に解くことを考えます。これ互いに依存していまして、まず左側の連立方程式ですね、これを解いてですね、 x と y って解を求めます。で、それに対して今度はこの右側の連立方程式なんですが、これ右辺にですね、 x と y っていう値が入るようになっていて、でこれを解いてラージ x とラージ y という解を求めますっていうことなんですね。で、この2つの連立方程式を順番に解いて、最終的に求めたいのはこっち右側のラージ x とラージ y なんですね。で、そのために左側の連立方程式を1回解いてから、その解を使って右側の連立方程式を解くということをちょっと考えましょう。で、まずこの連立方程式とですね、行列を対応付けたいんですけれども、これは単純にこの連立方程式に現れているこの係数をそのままの位置関係でなんとなくポッ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 と書いてみたという形で行列を書いてみました。ですので、上の方程式の A と B という係数を第1行並べて、下の方程式の C と D という係数を第2行並べたという感じですね。で、右側の連立方程式も同じように、上の方程式の E と F という係数を第1行並べて、下の G と H という係数を、第2行並べたという形にしました。で、この連立方程式の解き方なんですけれども、これ一個一個別々に解くわけですよね。左側の方程式を解いて右側の方程式を解く。で、ちょっとこれ面倒だから、いっぺんに解きたいと思うわけですよ。いっぺんに一個の連立一次方程式に解いて、このラージ x とラージ y という解を最初に1回で求めたいと。じゃあ、そのためには皆さんどうすればいいでしょう。この方程式を変形させて、1回でこのラージ x とラージ y が解けるような連立方程式を作り、一次方程式を作りたいと思ったらどうすればいいでしょうかね。多分思いつく人は思いつくと思うんですけれども、実はこの右側の方程式ですね、右辺が x と y っていうふうになってますから、これを左側の方程式の x と y に代入してしまえばいいんですね。それによって方程式をガチャッと一つにしてしまえば、いっぺんに解けてラージ x とラージ y が求めるでしょうということが思いつくと思います。というわけで、実際にやってみたのが次のスライドですね。この上のように1個目の方程式の x と y をこの2個目の方程式あごめんなさい2個目の方程式の x と y で表した積を1個目の方程式に代入してみましたと。で、こういうふうになって、こうすると
スモール x とスモール y っていう変数が消えてですね、ラージ x とラージ y に関する連立一方程式になったので、あ、これ1回で解けますねっていう話になるわけです。しかし、このままの形ですと、ラージ x って項が二手に分かれていて、ラージ y って項も二手に分かれていて、ちょっと解きにくいですよね。ですので、次のステップとして、この方程式のラージ x とラージ y って項に項を並べ替えてまとめてみます。そうすると、この下の方程式が得られるわけですね。まあ、こんなふうに、ラージ x の項とラージ y の項っていうふうにまとまったので、あ、これで、こう我々今まで知っている形の連立一時方程式解けますねっていうことになるわけです。さて、この方程式を作ったところで、この係数をちょっと見てみましょう。例えば上の方程式の AE プラス BG っていう、いや、ラージ X の係数ですね。ラージ X の係数は AE プラス BG ってなってるんですけれども、これ実はですね、この先ほど並べた行列の左側の方程式から作った行列の係数の第1行と右から作った方程式の係数の第1列をこう順番にかけて加えた形にうまくなってるんですね。ですので今回のようにその方程式をこう組み合わせた形のもの方程式とこの行列の積のですね形がちょうどうまく合うようになってるんです。実は行列の積ですね、乗算っていうのはこういう形でこう数学的な意味と対応づけられるようになってますということを一応多分教科書はそういうことを言いたいと僕は思ってますのでちょっと皆さんに説明してみました。まあちょっと参考にしてみてください。ここでいいでしょうか。はい、というわけで、まあ行列の積というのをまず考えるんだってことですね。で一般の行列の情報については、まあ他のところでも触れたかもしれませんけれども、こういう形になっています。A を m×n、m 行 n 列の行列として、B を n 行 n 列の行列としたときに、その積ですね、を C と置きますけれども、この C の、この場合は i 行 k 列の成分はどう求めるかということですね。C の i 行 k 列の成分は、左側の A の第 i 行に着目して、あと右側の B の第 k 列に着目すると。で、その第 i 行の1列と1行 B の1行の k 列っていうふうにこう上A の成分は行ベクトルの成分は左側から、それから B の行列ベクトルの成分は上から順番にこう成分をかけて加えていきますよと。そういって和を取った積の和を取ったものがこの C の i 行 k 列の成分になりますっていうのが行列の積の一般の行列の積の定義となります。でこの行列の乗算ですけれどもいくつか注意がありますので一応確認しておきましょう。これ教科書ですと20ページに字の文にいろいろ書かれておりますので一応それを全部抜き出してみました。順番にいきますと、A は M 行 N 列で B が K 行 L 列の場合なんですけれどもまず積 AB っていうのは N イコール K、すなわち左側に来る行列の列ですね列の個数とそれから右側に来る行列の行の個数が等しい場合のように定義可能であるという注意があります。同じように2番で逆にですね、この B と A をかける場合には、今度は B の列の個数と、B の列の個数と A の行の個数が等しい場合のように定義可能であると。そういう点に注意してください。あとは、行列 AB が定義できても BA が定義できるとは限らないっていうこともありますしあとはさらには AB と BA がどっちも定義できる場合にもそれらが等しくなるとは限りません。で、ちなみにこの AB イコール BA っていうのが成り立つときですねだから A と B をひっくり返して積を取ったものが等しくなるときは A と B は積に関して過換というふうに言います。過換でないことを非過換と言います。この過換とか非過換っていうのは数学ではよく用いられる用語です。あるものとあるものを並べて何かするときに、
この並び方でしたものとひっくり返してしたものが、まあ、等しいときは可換であるというし、等しくないときは非可換であるというふうに言います。はい、で先ほど今述べましたその注意の例えば例1ではですね、そのまず A、 あのこれは教科書の21ページにある、真ん中ら辺にある A と B という行列なんですが、あの A×B は定義できますけど、あの B×A は定義はできないっていう例ですね。B はあの、B はそうか、3列あるのに対してあの A は2行しかないですから、あの B×A という形で行列の掛け算はできませんよっていうのがこの例です。それからと、同じく教科書21ページの下の方の例でして、あの、まあ、C と D 行列 C と D というのがありまして、であの C と D はどちらも二次正方行列ですので、あの行列 C×D も定義できるし D×C も定義はできるんですけれども、あの CD と DC は等しくないですよっていう、まあ、そういう例です。はい、それからと引き続きまして、あのゼロ行列と単位行列に関してあのいくつか特別の書き方がありますので、それも説明しておきます。あ、これ特例ですね。ゼロ行列と単位行列に対しては次のルールが成り立つということで、例えば A が M 掛ける M 行 N 列の行列の時に、この時のゼロ行列はそのお互い掛け算ができるちょうど良い行数と列数で持ってきたんですが、まあ、例えば A に0行列を左からかければ0行列になる、 A に0行列を右からかけても0行列になる、それから A と A にそれぞれ単位行列を右とか左からかけてもは A になるという、まあ、そういう性質もありますので注意しておいてください。あとは定義としまして、A を警戒かけた積を A の形状というふうに書くことにします。これも注意しておいてください。